みんなの顔見れるのがめっちゃ嬉しい、楽しみです。今日
配信でもね、見てくれるかもしれないですから、もう私たちもね、めっちゃ楽しみで、行きたいと思います。春のサンサンワンマンライブということで、春らしい要素がね、入ってきた、入ってきた春らしい要素、春が舞い降りてきました。あ、かわいい、春の妖精、未来に、ね、つながるように、うん、はい、早めにできるように頑張ります。頑張ります。ちょっと派手だ、設定はね、とても派手なのね、ね、そう、あれが降ってきますよ、あれが、そうそうそう、あ、確かに見てる。じゃあ頑張ります。ジェプハネダの春のサンサンワンマンライブ、一部まであと15分ほどになりました。はい、今回はね、ちょっとすごいやってみたかった夢のような演出があったり、一部と二部で髪型を変えたり、あとはその青春や恋だったりやったりとかも、すごいもう盛り上がること間違いなしだと思うので、頑張りたいと思います。2021年初の有観客オンマンライブなので、すごく楽しみです。頑張ります。あと15分あと15分でございます。結構今日なんか持ち方がふわふわしてます。あの2部はお団子に、お、私はお団子になります。楽しみよ、楽しみ、ワクワクします。じゃあまた来週、大事どこ行くの、やばい、ユーリー影穴うまく読めるかな、完璧だよ、ちょっと、きっとみんな期待してます。じゃあセンター移動します。センター、はい、センターで、あの真ん中から出るから、じゃあ行きましょう。あ、マイクチェック、団子、春にはあれか、ちょっとスタッフさん、それじゃないんでしょ、違う髪だったこの間訓練したんだから、はい、今ちゃんとした髪をちゃんと今日はしっかり、もうね、最後まで、はい、うん、本日は超ときめき宣伝部の春のサンサンワンマンライブにご来場いただきまして、誠にありがとうございます。超ときめきグリーンの吉川日和です。超ときめきブルーの辻野かなみです。超ときめきレッドのひとちゃんこと酒井ひとかです。ありがとうございます。開演に先立ちまして、お客様にお願い、並びに、あ、失礼いたしました、並びにご注意を申し上げます。公演中の会場内での写真撮影、録音、録画などは固くお断り申し上げます。会場内での声援、大声を出す行為、過度なジャンプは禁止です。拍手、手拍子、ペンライトでお楽しみください。パチ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 。配信チケットも発売、絶賛発売中です。配信のみでのご観覧になられる、ご観覧に なれるアフタートークもありますので、そちらもぜひよろしくお願いします。それでは間もなく開演いたします。それじゃあ皆さん、気合い入れてくぞー気合も入れてくぞ、入ってるぞ、入ってるぞ、待っててね。
写真撮影、録音、録画などは固くお断り申し上げます。本日は2階着席指定席のお客様は立ち上がっての観覧はできません。着席した状態でお楽しみください。会場内での声援、大声を出す行為、過度なジャンプは禁止です。拍手、手拍子、ペンライトでお楽しみください。周りのお客様にご迷惑になる行為は禁止となっておりますのでご注意ください。非常の際は係員の指示に従い避難していただきますようご協力お願いいたします。配信チケットも絶賛発売中です。配信のみでご覧になれるアフタートークもありますのでそちらもお願いします。それではまもなく開演します。完璧に言えました。すげえ。すげーちゃん上手。すげえ。恐るべし後輩。皆さん楽しんでいきましょう。イエーイ。 JK2 人に囲まれてますがお姉さんも頑張っちゃうぞ。じゃあ JK2 人組も、あれ2人組も頑張るぞ。頑張るぞ。待っててね。かなみ、ジュニア、ひとこ、はるこ、あき、ひより、超ときめき宣伝部ラックオン。
ね、やらせていただきます。マイホーム帰ってくる、待ってます。ありがとうございます。いやもうでもあっちもありがとうございます。ありがとうございます。もうでも1年経ったかなと思って。あ、まだ10年経ったから。あ、またお持ちします。はい、うん、でも本当にありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。春のサンサンワンマンライブ終わりましたね。はい、春の春の桜じゃないもんね。桜じゃなくていや、あの一部二部ともちょっとセットリストがね、はい、近くて結構、ね、一部は青春のテーマになっていて、二部が恋、そう、恋がね、テーマになったんですけど、どっちもすごい良さがあって、ね、なんか久しぶりにする曲とか、スイートスイートテイルも、スイート、ちょっと言い直して、スイートスイートデイズは、はい、初めて、うん、多分ちょっと元気点でもなって初めて披露させていただいた曲だったし、はい、あと、いつず色のベンチは久しぶりにやりましたね。ね、もう、なんだろう、今日しかできない、できない演出というか、ね、う桜が桜さんさんですね。桜さんスタンドマイクで歌わせていただいて、桜がひらひら降ってきて、もう春を感じた、はい、室内だけど春を感じた。もう今日は多分桜落ちちゃうかな。うん、ね、ちょっと天気は分かんないですけど、でも確実に私たちのライブは桜が満開、満開、笑顔満開、あー元気満開、やる気満々どっかに行きましたね。桜はサンサン、やる気はマンマン、キヨリンリン、アキリちゃんちゃん、お、懐かしい。あとちょっと余談なんですけど、何、今日はいつもヒヨリンがしている髪型をリュックにさせてもらったんですよ。そう、一部がね、高めのツインスピーで、二部は僕がちゃん、そう、ヒヨがトゥモローの時にやったからですね。あの、あ、親分なんで、あ、師匠多分リスペクトの髪型だったのかな。そうですそうみたいです。はい、あ、配信をね見てくださっている皆さんからも、いやもうたくさんのね思いが来ましたもんね。来ましたよね。来てます、来てます。どこに、ずっとずっと超えてかる日やったいただきました。最高です、最高です。アキちゃん最高です。たくさんの愛をありがとうございます。ありがとうございました。皆さんね、楽しい春を迎えられましたね。よかったです、ね、これからはいっぱいねライブが決まったので、はい、楽しみにしてくださったら嬉しいです。お会いしましょう。はい、今日は本当にありがとうございました。バイバイ。あ、じゃあ次の子に続く、あ、イエーイ。はい、ライブが終了しました。年が明けて初の新曲だって、ね、ね、でも嬉しいね、こうしてライブするってなるとさ、みんなが見に行きたいってか、うん、みんながこうして申し込んでくれて、ね、ソールドアウトもしてね、はい、チケット、会場のチケットソールドアウトして配信を見てくださって本当に嬉しい気持ちで、ね、なんか配信を見てる人もライブに来てくれてる人もなんか一体感があって、うん、なんかね、全然さ違う場所にいるっていう風に思わなかったし、みんなね心が一つな感じがしました。なんか今日はさ青春アンセムとかペンライト使ったじゃん、だから配信の前の皆さんもね、うん、家でやってくれてるっていうのがすごい想像できたし、うん、なんか繋がってるって感じがしました。そうだね、うん、春のさんさんワンマンライブということで、桜さんさんはなんか桜吹雪が降る仕掛けになってたりとか、なんかオープニング映像とかもそうだけどさ、ね、すごい本当に春を感じられる。で、私たちもこうつぼみからちょうどキメキセンデムに開花して、ね、なんかそういう春感をより感じられるライブだったかなって思いました。いいね、これからね、うん、たくさんの方にもっともっと出会ってね、もっと大きいグループに成長していけるように頑張りたいと思います、はい、頑張ります。全国ツアーの日程も決まったし、ね、うん、ね、全国各地行けますので、はい、ぜひ遊びに来てください、はい、待ってます、待ちしてます。
はい、そして私はね、二十歳になってから初めての有観客ワンマンライブでした。どうでしたか？ちょっと、あのさ、大人の色気を見せるって言ったじゃん、うん、あの、オハル王の時は。あ、多分ね、何にも変わってないと思うよ。ただ食欲旺盛な女の子。一部も二部もね、食べ物の話してたからね。だからいいじゃん、その変わらない部分もあってね。まあでもね、かなめさんみたいにね、うちから出る色気をね、ここからキラキラーってしといてもらって、なんか格好で逆になんか、あれ、好みなんかついてるはい、少しずつね、大人っぽくなって、ね、頑張りまーすじゃあ、いきますよ、はい、せーの、ミルク。私にもタン、タン、スタン、スタン、スタン。はい、ということで今日はスーパー羽田さんで春のサンサンワンマンライブを行いました。1部も2部も本当にありがとうございました。このエンドレス名称、まあ、最後のなんか ね、 そうね、あともう1回ぐらいいけるかな。あ、もう1回ぐらいいけるかな。そう、どうでしたか？いいね、エンドレス。とってもやっぱ可愛いよね、この衣装ね。可愛い。そう、ということでライブはどうでした？いや、なんかちょっとね、リハーサルの時にひよ、うん、ちゃんにラジオで前、あの今度ね、その桜がなんか降ってくるやつやりたいねみたいなことを話してよねって、なんかリハの時にそういうトークをしたんですけど覚えてなかったみたいで、え、自分本当にジュリアも、ね、覚えてなくて。え、覚えてないの？ラジオで誰がいたか、カナミがいたか。あ、誰がいたのかってことか。そうそう、私いたのかな、うん、なんかあんま記憶にないんだけど。でもラジオで話したんですね。でもちょっと冗談マジでみたいな感じ、できるわけないな。そしたら桜の花、ね、なんかさ、ハントみたいな感じだね。そう、落ちてくるって言っても四角い神さんかと思って。神さん、そう。でもと思ったら、ちゃんとハートそこに見下がって大きかったよね、一個一個がね。そう、ちょっと感動しちゃいました。すごかった。なんか私も桜さんさんは一部も二部もスタンドマイクで桜吹雪なんだってやらせていただいたんですけど、うん、なんかね、二回目、二部の桜さんさんやってたら、なんか最初、普段じゃない、高校の時の生活してる絵が出てきて、で、その後その後になんか、特選のみんな、お揃いの青い春とかさ、二人だけの メロディー、違う、メモリーとかね、なんかいろいろ考えてたら、なんかめっちゃ涙が出てきちゃって、出た。その2部の桜さんさんもめっちゃ大好、なんかみんなは気づいてないかもしれないんだけど、なんか、こうやって、なんか改めて桜さんさんを、なんだろう、歌詞を噛みしめてというか歌うと、なんかやっぱすごい心に響くし、なんかその時期でによってなんか捉え方とかすごい歌詞違うなって思って、なんかもう春で、もうちょっとで終わっちゃうけど、春が終わってもなんか桜さんさんはいろんな季節に聴いていただきたいなっていうふうにすごく思いました。なんか桜さんがやってる時、その歌詞というよりこの桜に気が入ってしまって、その桜のわーって降ってる向こうにあるペンライトっていう光景に感動して、ね、歌詞までにちょっといけなかったかな。次は次ちょっとじゃ歌詞までにちょっと集中してみていただいて、はいはいはい、分かりました。じゃ肩に乗んないかなとかちょっと考えてた。そう、私も肩に乗んないかなとか思ったけど、その前に最初になんか泣いて感動してたのに、もしこのてっぺんに乗ってこのままずっと最後まで落ちなかったらどうしようって、せっかく感動したのにちょっとそっちに意識がいったんだけど、でもその後、あ、やっぱ綺麗だなって思って、なんか普段さ、ライブでさ、こうペンライトがあって歌詞を感じて耳で聞いてって感じだけど、そこに一つ桜っていうのが加わるだけで、なんか目に見える情報、桜っていうのが増えるじゃん、うん、なんかそれだけでまた曲の雰囲気がすごい変わって、うん、ね、素敵だったよね、うん、素敵だったし、青春と恋ってことでさ、いろんな曲やったじゃないですか。 それもなんか楽しかったね、うん、で、なんか適正は青春とかをテーマに歌ってて、で青春のブロック、恋のブロックで分けて歌えるようになるくらい曲数が増えてよかったっていうのをさっきみんなで、ね、昔だったら絶対にできないんで、うん、ね、またこうやって 曲数が増えるのもみんながいつも応援してくれてるおかげなので、うん、
んですね。これからもたくさん増やしましょう。はい、あの5つぐらいのテーマにできるのでダイエット系の今日はライブです。ダイエット系、そんなにダイエット系の曲増えちゃう？なんかもうさ、また次ダイエット系の曲来たら痩せるって。美味しいもの系の、あ、それはなんかお春のソロソングだったり。あー、いいね。ラーメン食べたい。そう、ラーメン食べたい。マカロン食べたい。マカロンよりもネギマかな。いいじゃん、いいじゃん。おはるちゃんのライブでじゃん。あとね、チョコレートリフとか。チョコレートリフ、そうですね。そういう感じで、いろそういうコンテンツもね、ライブとかいつかできる。いいですね。ピューランド、ピューランドはね、もうなんかジュリアがめっちゃ喜んでた。嬉しい、すごいですね。嬉しいですね。はい、はい、で、あ、次は、その次はアリーナですので、はい、皆さんぜひアリーナツアー、アリーナツアーじゃない、アリーナツーデイツでお会いしましょう。ありがとうございました。サンサンワンマンライブ、アーツキメイター、そして、あ、なんか桜が、あ、桜が綺麗だなって思った方、春を感じたよっていう方、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。よろしくお願いします。コメントもね。さよなら、グッバイ、君はの私。